明日のスペイン戦に向けて仮眠します。おやすみなさい。寝れる？寝れない早すぎて寝れないね。でも前半はもうこのまま 1-0 でもいい気もするね。まあドイツ戦の流れ的には、うん、もうドイツが勝ってる時点でもう勝ちしかない、ね、勝ちしかない。ウィンダーさんにイエロー、イエローもらうことじゃないね。これイエローじゃなくね、注意ぐらいで良さそう。うん、マジで終了。確かにな、この失点はでかい、ね、後半三笘と堂安に、やっぱ長友のとこなんだみたいな。ああ、なるほどね。攻撃的になったね。後半スタート。大事なのに森田。てか森田がオウンゴールしたって思っちゃったね。やばゲーボ出る。まだゴラゴラゴラストだ。これも伊藤純也だと思った、ね、うわ、あーでも触ってるキーパーも危ね、うん、めっちゃ早かったよもう。ねえいい堂安、いい、ね、最高。やっぱ堂安なんだよな。ちょっとこうキーパーの中心からずれてたから、うん、やっぱ堂安のユニ買うべきかしら。怪しい怪しい、これは。いや、出たよね。あ、ラインあった。いや、ない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 。あ、待って、そう、いや、え、これセーフなの？でも全部出てないといけないからね。ラインにちょっとでもかかってればもうそれはセーフ。俺は出てないと思ってる。いやー、かかってた。ドラマを何回見てるの？あ、邪魔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 そういう役割だから向こうの選手は。おー、いける。うわ、マジで早っ。すげえな。見てよ、来た。うわー、やらかした。ダメだ、もう引き分けはダメ。ドイツってなんでそんな弱いの？一回も勝ててないじゃん、それじゃ。うん、ドイツ実は弱い説あるよね。コスタリカが勝ったら結構簡単だよ。うん、ちょっと寝ようかな。これは長いよ、本当。長いこと書いたよ。人生でこんな長い15分ない。うわー、これ見た。うわで、涙出る。
本当に終わったの？終わった。クロアチアだって次。え？やばくない？ドイツとスペインに勝って続かせるってさ、どんだけ難しい道通ってんの？ちょっと今何時ですか？え、やばい、もう時間がない。会社行かなきゃって感じだ、本当に。ドーハの奇跡が起きました。ドイツ戦より心臓バクバクしてたよね。ね。まさかのスペインとドイツに勝っての進出って。ね、びっくりだよね。びっくりだよ。もう寝なくてもいける会社。うん。起きた回がありました。そうだ。もう朝だから。ね。来週1位だから6日か試合。6日？ 6日。12月6日？ 12時から。よかった。じゃあまたクロアチアに勝ってベスト8、うん、新しい景色を見ましょう。見ましょう。イエーイ。では会社に行ってきます。俺も。急げ急げ急げ。